バイオリン競争曲第1番に蝶々作品6は、ニコロパガニーニが1817年から1818 18年頃に作曲し、最初に出版されたバイオリン競争曲である。1819年3月29日に初演され、1820年に出版された。なお、この曲より前の1815年頃に書かれた古単調の競争曲があるものの、 バイオリンパートのみ現存しており、現在では、還元楽部分を保湿して演奏される。本来、この曲は変歩調調で書かれており、独奏バイオリンのパートのみ二長調,調で書かれていた。パガニーニは独奏バイオリンの長弦を半音上げる、スコルダトゥーラを行い、楽譜通り演奏することにより、他の弦楽器よりも、独奏の音色を輝かしいものにするとともに、 フラット系が多い管楽器が演奏しやすいようにしたのである。また、逆に通常のバイオリンの長弦では変歩長調を演奏するのは二長調よりもはるかに難しいので、パガニーニが故意に変歩長調で楽譜を出版し、自分があたかも変歩長調を通常の長弦で演奏しているかのように装って、技巧を誇張し、いわば人々を欺いていたという説もある。しかし、現在では、 管弦楽のパートも半音下げて、二町長の曲として演奏される機会が圧倒的に多い。なお、レスリー・ハワードにより、自筆譜を元にした変歩町長の限定版が出版されており、1991年度、パガニーニ国際コンクールの優勝者であるマッシモク・アルタは、競争曲全集でこの版により演奏した録音を出している。全曲を通して、 二重フラジオレットやスピカート奏法、急速なサンドのダブルストッピングなど、困難な技法があちこちに散りばめられた、バイオリン競争曲史上屈指の難曲の一つとして、数多くのバイオリニストたちに取り上げられている。また、還元楽は、バイオリンソロを際立たせるために、簡潔ながら劇的に響く処法で書かれており、ロッシーニラのオペラからの影響が指摘されている。なおバンについては、 第二次世界大戦前までは、ドイツのバイオリニストアウグスト・ウィルヘルミが、大幅に、カットを施したバンが演奏されてきた。現在では、原点バンが演奏されるのがほとんどだが、フリッツ・クライスラーが還元楽を充実させたバンが、時折演奏される。二長調。競争的そなた形式で書かれている。ロッシーニの、セビリアの理チ市上曲のような出だしで始まり、第一主題。 第2主題が提示される。展開部を経て、第2主題のみ再現され、クライマックスでは、左手のピッツカートが登場する。ロタンチョウ。ドラマティックなオーケストラの前奏に始まり、弦の伴奏に乗って、バイオリンがアリアを思わせる歌を歌う。二丁調。ロンド形式。第2楽章から続けて演奏され、スタッカートやピッツカートなどが駆使されて、クライマックスを形作る。 なお、リストが1838年に作曲したパガニーニによる超絶技巧練習曲の第3番ラカンパネラでは後半部分にこの旋律が用いられた。この番では変異蝶々に移している。しかし、1851年の改訂版ではこの旋律が削除された。ありがとうございます。